なんだ、帝国兵がたくさんいるぞ。おい、知ってるか。ああ、あの話か。し、声大きいぞ。ケーフカレーで見つかったら大変だぞ。どうも、あいつはレゴ将軍を若くから売り出して自分が将軍になろうと高んでるらしいな。それじゃねえ、あんな奴が将軍になるんだったら実家に帰らせてもらうよ、本当に。あったあった。お、やばい、応じますって。早く持ち場に戻ろうぜ。はい、こら、お前らきちんと見張ってるか。あ、あ、これは警部方までございませんか。合金売るわしゅう。うん、挨拶などどうでもいい。いいか、ちゃんと見張ってなかったらひどい目に遭わせてやるからな。誰がお前のことなんか聞いてやるもんか。たくなんだろうね。あいつにはレオン将軍の爪垢でも飲ましてやりたいよ、ほんとに。し、だから声がでかいって言ってんだろ。待ってか、お前は。いいか、あの警部官ならレオン将軍みたいな人、人間の生き方と違うんだから、注意しないと大変だぞ。あー、ってくだ。おい、そこの二人。これより土間城に突撃を行う。それでも突撃隊に加われ。今すぐだ。はいはい、と。突撃！ダメです！防ぎれません！これまでか。待たれよ。ここは拙者に。お任せあれ。己の主君に忠誠を誓い、王国のために剣を振るう異国の戦士、信ずる者のためなら死をも恐れる勇気を持つ男、その名を海燕。敵の隊長さえ倒せば帝国軍は撤退するはずでござる。行くでござる。カイン殿は敵の隊長を倒してください。行くでござる。我は、ドマ奥に使える戦士、カイエン。いざ、尋常に勝負いたぜ。やるでござるな。必殺剣、的を。見切ったでござる。隊長が出た、逃げろー。籠城して敵が疲れるの待つでござる。レオ将軍、ドマの者は牢城手の構えです。お得意の戦法で来るか。将軍、城を攻める心構えできています。いつでも命令してくだされば。そう焦るな。もし今ドマ城の成功などして無駄な犠牲を多く払うだけだ。しかし将軍、抵抗ための話し合いしても命を落とす覚悟はできています。お前は罠の出身だな。は、はい。しかしなぜ。国には家族もいるだろう。この私にお前の剣を持って家族のところへ行けというのか。その時私はどんな顔をすればいい。お前は帝国軍の兵士である以前に一人の人無駄に命を下ろすな。ガースラ皇帝もきっとそうお望みだ。はい。レオ将軍、ガースラ皇帝が電磁窓です。うむ。皇帝お呼びのようだ。私は先に
本国に帰るとする。はあ、承知いたしました。よし、あとのことは全てお前らに任せたぞ。はっ。いいか、くれぐれも早まってもらいたけせんようにな。頼んだぞ。はっ。あとお任せください。うむ、頼んだぞ。レオ将軍か、敵とはいえなかなか運命たる男のようだな。レゴ将軍がいなくなったら、この川に水を、この川の水を毒にかいてやる。触れただけで即死じゃ。皇帝が呼び上がった。俺じゃ先に本部に帰る。くれぐれも問題起こさぬことだ。お前さえでも手っ取り早くやってやるよ。卑劣なまねだけはすんなよ。敵兵とはいえ同じ人間、そこを忘れないでくれ。リターナに組み作りなのに、なぜだけの頃のリターナ、もっとも最初からそんなもん持ち合わせていないかな。いい子じゃん、ぶりやがって。うん。毒は用意できたか。しかし毒はダメだとレオ将軍に。奴はもうここにはいない。俺が一番偉いんだ。毒をよこせ。ドマ町内若君の捕虜もいます。もし彼らが水を。構わん、敵に捕まるような間抜けは必要ない。そうはいかねえぜ。けっ、うるさい奴め、痛い目に合わせてやる。待て、ケフカ。あ、待てと言われて待つ者がいますか。待て、待て。しつこいやつだね、まったく。待て、ケフカ。待てと言われて待つ者がいますか。ふん、いつまでお前相手なの知られるか。次にやった時は許さないからな。オーラキャロン。いくぜ、オーラキャロン。行くぜ、せい。痛みを返せ、オーラキャノン。ダンガショー、技を借りるぜ。
せい。ドリア。行くぜ。せい。終わりだ。さあ、おい、あとはお前からなんとかしろ。せい。エクセドリア。オーラキャノン。これで終わりだ。何百もの悲鳴奏でるオーケストラはさぞ聞こえ応えあるだろう。帝国陣地の方で動きあるようです。新たな構図の前触れでしょうか。ん？水の色か。だー、くへ、苦しい。だあ。カエン殿、これは毒でござる。なんと卑劣な。陛下をお守りせねば。早く元へ。うむ、王の場はすぐそこだ。陛下、しっかり。お主は海縁でござる。おお、そうか、目を割れてしまってお主の顔も見えぬ。陛下、陛下、しっかりしてくだされ。海縁よ、私の知恵の頃からこの賭場を守ってきてくれて感謝しておるぞ。つまる、わしがその国を守りきれんで。そんなことはありませぬ。おるしらの家族が心配じゃ。息が苦しい、胸が焼ける。無理をなさらずに、冷めってはなりませぬ。家族のところへ行ってやりなさい。陛下、陛下。強い方じゃった。帰るのろ。しかし、城の中には生き残った人々がおるやもしれぬ。では手分けして。みな、しっかりするんだ、みな。こんなことが許されていいのか。
そんな、バカな。許さん。許さんぞ、帝国名。拙者は、ドマ王国の戦士、カイエンでござる。敵だ、全員吐きつけ。おっと、俺にも手伝わせてくれ。どこの誰かが存ぜるか、かたじけないでござる。うせろ。ほら、キャロン。うせろ。おお、もう許さないでござる。今度はこっちか。おお、なかなか手強いでござるぞ。行くぜ、ほらキャロン。伏せろ。行くぜ、チェイ。おお、毒を流しやさ、どこでござるか。あー、しこまったらまとめて面倒見やろうじゃねえか。勝ってんでござる。せい。チェスト。ドリア。終わりだ。まことにかたじけないでござる。レイネーはね、俺がフィガル国のマッシュ。ここはひとまず逃げよう。しかし拙者は家族や国の者たちの仇よ。ちょっと待った。このままには多勢に無勢、ぐずぐずした敵の大軍が。だぞ、こっちだ。空をじなせたぜ。俺に考える。とにかく向こうに行こうぜ。マシ殿、この鎧の化け物のやつは一体何でござるか。詳しい説明は後で。いいから、クロトロッタ。マシ殿、一体どうやれば僕でござるか。たくもー、つやがやくれて、いじけねえ、俺まっちまって。いいか、手元レバーを倒すんだ。早く。マシ殿、あべこべでござるぞ。だったもうとにかく俺についてこいよ。おい、そこ何をしてる。ああ、どうやんでござるぞ。おお、よし、突破すんぞ。こっから先は倒産。サンダービーム。これが帝国の魔導ってやつか。なかなか使えるじゃねえか。行くぜ、カイエン。逃がすな。こうやるんですよ。こうでござるか。そうだ、それでいいんだ、カイエン。しっかり俺の後についてこい、ね、来いよな。ママと逃げるつもりだろうが、そうはいかんぞ。うげ。大丈夫でござるか、マッショロー。ここまで来たらもうこっちのもんだ。ところでこっからの人はどうやって行けばいいんだ。ナルシェでござるか。ここからでは南の森を抜けるしかなさそうでござるか。
よし、そうと決まったら、こんな体に弱ね。行こうぜ。